元気ですか？今日は JLPT-N4 の文型 Something ながらについてレッスンします。この文型は2つのアクションを一緒にするときに使います。アクション1ながら、アクション2で使います。フォームは Verb、 マスフォーム、マスドロップ、プラスながらで使います。じゃあ皆さん例文を見てみましょう。皆さん、私はビールが好きです。毎晩ビールを飲みます。そしてネットフリックスを見ます。ビールを飲みます、アクション1。ネットフリックスを見ます、アクション2です。この2つのアクションを一緒にします。私はネットフリックスを見ながらビールを飲みます。ネットフリックスを見ながらビールを飲みます。 At the same time ですね。じゃあここで質問です。皆さん、ビールを飲みます、アクション1、ネットフリックスを見ます、アクション2、どちらの方が important、 大切ですか？私にとってビールを飲みますの方が大切です。だからこのアクションはながらの後ろに持ってきます。ネットフリックスを見ながらビールを飲みます。大切なアクションは後ろに持ってきましょう。でもこれは人によって違いますよね。もし皆さんにとってネットフリックスを見ますが大事だったら、そのアクションはながらの後ろに持ってきましょう。わかりましたか？皆さん見てください。これは私の1週間のスケジュールです。私は月曜日から水曜日まで琴で仕事します。それから木曜日と金曜日は大学へ行きます。これは at the same time ですか？違いますよね。long term ですよね。これもながらっていうことができます。私は大学に行きながらことで仕事します。大学に行きながらことで仕事します。私にとって大学に行きますのアクションよりも、ことで仕事しますのアクションの方が大切です。だから、ながらの後。私は大学に行きながらことで仕事します。になります。皆さん、今回も見てくれてありがとうございます。私たちはこれからもたくさんレッスンをしていくので、ぜひ通知をオンにして、いいねを押して、チャンネル登録してください。お願いします。じゃあ、またね。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.